キャスティングだけでも信頼を与えてくれる女優がいます。主演を演じたドラマのうち3作も 40% を超える視聴率を記録し、最高視聴率が平均 28% に達するものすごい成績を収めた女優です。その主人公はまさにソン・ヘギョです。ソン・ヘギョのこれまでの活躍を見てみましょうか。現在39歳のソン・ヘギョは、中学生だった1996年に制服モデル選抜大会で大賞を受賞し、芸能界に足を踏み入れました。そして2000年以降、4年間で主演ドラマ3作の視聴率を 40% の大台に引き上げました。その出発点となった作品が秋の童話です。本当の兄弟ではないという事実を知ったソン・スンホン演じるジュンソと、ソン・ヘギョ演じるウンソによる悲しく運命的な愛を描いた作品です。ソン・ヘギョは特有の清らかで透明感のあるビジュアル、涙あふれる瞳で韓国を越え、香港や台湾でも万人の恋人になるのです。ソン・ヘギョは当時、秋の童話を人生のターニングポイントに挙げ、本格的な女優ソン・ヘギョの出発を知らしめました。同年代の演技者くらいやればいいと思っていたけれど、秋の童話をやってから欲が生まれました。その後も 30% を超える視聴率を記録したソン・ヘギョは、秋の童話に続く2番目のヒット作に出会います。ドラマオールイン運命の愛です。カジノを素材にしたノワール的なカラーが強いジャンルで、ソン・ヘギョはミン・スヨン役を演じ、カジノのディーラー、同時通訳志望生など様々な姿で視聴者を魅了しました。そして劇中、イ・ビョンホンと切ないロマンスを繰り広げたソン・ヘギョは、実際にもイ・ビョンホンと恋人関係に発展します。同作は 47% という高視聴率を記録したほか、演技力を認められ初めて最優秀演技賞を受賞し、愛まで手に入れた作品というわけです。ソン・ヘギョはここで終わりません。オールイン運命の愛の頃、ソン・ヘギョはインタビューで、涙を流す演技もいいけれど、今後はラブコメディにチャレンジしてみたいですと話し、純情可憐なヒロインから変身しようという意思を見せました。その気持ちはドラマフルハウスを通じて実現します。純情可憐なタイプから弾ける魅力のラブコメディまで成功させますが、ここにとどまりません。ソン・ヘギョはスクリーンで火花のような人生を歩んだキーセンの姿を描いたカン・ジミン映画版などの作品を通じ声を上げ始めます。大衆的な作品だけを選択するのではなく、だからといって作品性だけに固執せず、大衆と距離を置くこともしませんでした。視聴率の面では低調な成績となりましたが、ショートヘアにすっぴんで熱演したドラマ彼らが生きる世界の中のソン・ヘギョが今でも話題に上る理由でしょう。様々な試みを行ってきたソン・ヘギョに第2の全盛期が訪れます。まさにドラマ太陽の末裔ラブ・アンダー・ザ・サンを通じてです。災害の現場に身を投じた主人公たちの犠牲と愛を描いたドラマの中で、ソン・ヘギョはソン・ジュンギ演じる特殊戦司令部所属のユン・シジンと恋に落ちるカン・モヨン役を演じました。時には髪の毛を掴んで喧嘩するほど荒々しく、時には悲しそうに涙を流しながら、美しさよりも親しみがあって密度の濃い感情表現をするカン・モヨンを演じきります。同作は 38% を超える視聴率を記録してヒットし、ソン・ヘギョは演技大賞を手にしました。当時インタビューでソン・ヘギョは、女優ソン・ヘギョとしてのしっかりした姿をメイクアップと関連したエピソードで伝えました。私が泣くとき美しく見せなければならないから、こんな表情で演じなければならないと思った瞬間演技ができません。秋の童話の時からメイクをしてくれる人たちに、私がすごく泣いて眉毛が消えても来ないでほしいとお願いしました。最大限その瞬間に集中しようと思っています。太陽の末裔ラブ・アンダー・ザ・サンを通じて出会った俳優ソン・ジュンギと世紀の結婚と離婚の過程を経たソン・ヘギョは、ドラマボーイフレンド以来およそ2年ぶりのドラマ今別れている最中ですでお茶の間に帰ってきます。自分が一番うまくできるラブストーリーを選択し、これを見守る大衆の視線についてしっかりした考えを伝えました。많은분들이이제저의멜로드라마를기다려주시는분들도있는반면에
이번에 또 멜로로 컴백을 하네? 라고 하시는 분들도 있는데 저는 한 살 한 살 나이 먹으면서 경험도 더 많이 하고 또 많은 공부를 하고 있기 때문에 그때 그때 표현하는 방식이 다 다르다고 생각을 하기 때문에 이번에 제가 또 표현하는 어떠한 그 멜로 부분은 이전과 또 다를 거라는 생각이 생겨서 선 해교와 이마 別れている最中でして30代女性の仕事と恋を正直に表現しています。 第1話では大胆なデッドシーンを見せ、社会生活をしているとぐっとこらえなければならない時の方が多いことをソン・ヘギョの言葉のように深みのある演技で表現し、共感を得ています。韓国を代表する女優ですが、ソン・ヘギョは今でも次を見つめ、期待させてくれます。 次の作品は太陽の末裔ラブ・アンダー・ザ・サンを執筆した脚本家キヌースクの作品ザ・グローリーに決まっています。時間が経つにつれて深みを増した演技を見せてくれる女優ソン・ヘギョの時間に一段と期待が注がれています。